こんにちは。今回は博多駅前にある公園の大規模なリニューアルについて見ていきたいと思います。福岡市博多区の博多駅前にある明治公園で大規模なリニューアル工事を行い、大きく生まれ変わることが決定しました。ザ・ゲートウェイ・パークを事業コンセプトに、博多のおもてなしの心や都市のランドマーク、新たなライフスタイルへのゲートウェイとなり、次世代に受け継ぐべき未来志向の公園を実現します。豊かな緑化空間を備えるとともに、立体回廊や広場の整備により周辺施設とのにぎわいの連続性を創出することを目指します。公園利用者に新たな体験価値を生む5つの広場と、思わず登りたくなるような階段や歩きたくなる立体回廊を新設します。博多のランドマークとなるデザインの採用、積極的な緑化によるグリーンオアシスを創出するため、花のゲートやシンボルツリーによるエントランス機能の強化を図ります。また博多の歴史性、地域性、季節性、公園特性を踏まえたイベントを実施します。さらに AI カメラの導入による安心安全対策や人流解析など、新技術の導入も行います。公園内には誰もが気軽に利用できる複数の飲食系店舗を誘致する予定です。博多駅の活力とにぎわいをさらに周辺につなげていく博多コネクティッドやフィットネスシティプロジェクト、都心の森1万本プロジェクトなど、福岡市の施策と連動した施設整備と管理運営を行っていきます。2024年度から工事に入り、2025年春から供用開始の予定です。明治公園周辺では、この他にも西日本シティ銀行本店の建て替えや博多駅空中土地プロジェクトなど、大規模な再開発が活発に進められており、今後数年で博多駅前周辺がさらに大きく変わっていきそうです。このチャンネルでは福岡の再開発状況などを配信しております。今後の活動の大きな励みとなるので、もしよろしければチャンネル登録、高評価をしていただけると大変ありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。